7人組グループ、ウエスト、旧ジャニーズウエストが出演する TBS 系のバラエティ番組、行き過ぎさんについてった、毎週火曜23時56分が3月26日をもって最終回を迎えることが明らかになった。画像、手が良すぎる、スノーマンメグロレン、横顔が美しすぎる色気だだ漏れな、キラキラ自撮り写真。 二年間にわたって放送してきた番組の最終回では、キリン川島明、45の誕生日会学校企画の未公開映像、さらに今まで出演した名物、行きすぎさんも登場するなど、盛りだくさんの内容となる。また、放送曜日、時間を変更し、春からは新たなウエストの番組が準備されているという。 新番組が用意されているということですが、ゴールデンやプライム隊ではなく、同じような深夜帯になるのではないでしょうか。今、旧ジャニーズタレントの番組は続々と終了したり、枠移動を余儀なくされたりと厳しい状況にあります。現在、旧ジャニーズ事務所のグループではスノーマンが、一興といった感じで、今後、 彼ら士官ゴールデン隊では生き残っていけなのではないか、とも言われていますね。制作会社関係者、ジャニー北川氏、去年87の加害問題の影響で、フジテレビは近畿キ,キッズの冠番組、近畿キ,キッズのブンブブーン、トキオの、トキタビ、スーパーエイトの、スーパーアイトの後はご自由に、へイせぇ、ジャンプの、いただきハイジャンプ、 が終了することを発表。嵐、相葉正樹、41、MC の、きなな、かけるぶ、は、相葉、かけるぶ、に開体し、土曜16時半の関東ローカル枠に移動する。富士は連続ドラマでも、旧ジャニーズ離れ、が顕著代わって、山下智久さん、38、谷式戸助さん、39、 といったやめジャニを続々と起用していますよね。一方で、7月クールの月級ドラマでスノーマンのメグロレンさん、27の主演が決まっているという報道もあり、そこでもスノーマンの強さが明らかになってます。バーメグロさんの場合は、サイレント、富士テレビ系、22年10月期、で好結果を残したからですよね。全道。